照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの11回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくの。1回の裏、タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。糸井が打席。さあ勝負してくるのか。打ちました。これはどうか。センターに抜けました。先制のランナーが出塁していきます。さあ1塁には先制の。さあ4球目は何か。見ました。フォアボールで出ました。バッターの北条、今シーズン得点圏での打率は2割5。打った。左中間に強い打球。これはどうか。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。2回表に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスは4番チャールソン。昨日のゲームは4安打を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。見逃し三振。さあそして打席にはチャールソン入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まだまだ回もありますし、勢いづかれると怖いですから、雑にならずしっかり抑えておきたいですね。なるほど、そうですね。外、これは際どいが外れている。外のボール打っていった。落ちた。ヒットになる。ホームに送球する。ライト前ヒット。さあ一塁には同点のランナー。バッターはチャールソン。そして一塁ランナー走ってきた。キャッチャー送球して振り込んでアウト。盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。いや、これは見事な送球でしたね。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。低め。際どいコースには投げ込んでいます。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。さあそしてバッターボックスにはチャールソン入ります。ここは嫌なバッターが続きますから、バッテリーは大変。一塁はセーフ。初球打ち、セカンド正面、取った。ホームタッチはアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧。タイガースが僅差で勝利を収めました。
セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの12回。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取る。打ちました。取った。一塁へ送ります。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている糸原。ストレートの次が2球目。2球目打ちました。ピッチャーライダーです。バッターボックスには4番柳田。三振を取りました。バッターは増田。昨日のゲームでマルチ安打を引っ張った大山。アウト。ワンアウト。バッターは2番に入っているチャールソン。青柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。一塁へ。ツーアウトになりました。バッターボックスには3番平。昨日のゲームでは丸打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナバッターボックスの坂本、ここも見送ってよく選びました。フォアボール。打った。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。先制のスリーランホームランです。ジャイアンツ、ジャイアンツが先制しました。3対0。こういう場面で高めっていうのは、まあ、投げてはいけないボールなんですけどね。はい、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、本当に見せてくれますよね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。打席には6番バッターフェルナンド。変化球空振り。2回の表、追いかけるタイガースの攻撃。打順2球目打ちました。このフライはどうだ。落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打ちました。高いバウンド。サードゴロ。サード取った。アウト。ワンアウトです。さあ、ジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。ここは丁寧に低めに集めていきたいですね。うん、そうですよね。まあ、そして一発のあるバッターがこのピンチ、見事三振を奪いました。まあ、ここは2アウトになった。バッターの梅野、今シーズン得点。打ちました。三遊間抜ける。ホームに送球する。これで3試合連続安打。ツーアウト。インコース打ちました。三遊間抜ける。サードランナーホームイン。1点返しました。ここはピッチャーにタイムリーが出て点差が縮まります。ここここで声をかけました。さあ、注目しましょう。さあ、外してくるのか。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。そうですね、いいコースに投げてきてますよね。2回の裏になります。7番から始まるジャイアンツの攻撃。振っていきましたが三振。ワンアウトです。バッターは8番キャッチャーで、まあ、センターへ抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー一塁となりました。バッターはスーザン。ヒットでランナーを一塁に置いています。バットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。打順はトップ。変化球空振り。里崎さん、序盤をリードで迎えた展開なわけです。2球目打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウト。バッターボックス北条。先ほどの打席はグラブが届いた。一塁送球。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、これはビッグプレーですよ。打順は4番柳田。先ほどの打席変化球で空振りを取ります。これから3回の裏、ジャイアンツの攻撃。打順は2番。インサイド落ちました。センターに抜ける。これで6試合連続安打。ノーアウト、ランナー1塁です。バッター打ちました。糸原。2塁送球。セカンドホースアウト。1塁送球。アウト。ダブルプレー。バッターボックスは4番。打ちました。北条。
これはショートのエラーです。ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー二塁。さあそして打線引っ張った、サードが前に来る、サード取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。バッターは5番大山。まあ、さっきはストレートを打たれました、打ちました、これはどうか、取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは6番ナバーロ。高めのボール打ちました、大きな打球になった、ライト下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。ジャイアンツここで一発を浴びてしまいました。これで1点差まで詰め寄られています。引っ張った、これはどうだ、取りました、アウト、ツーアウト。バッターボックスは8番梅野。前の打席2球目打ちました、これはサードライナー。しかしこの回タイガー、ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターボックスフェルナンド、三振になります、ワンアウトです。7番バッターカーティス、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり押す、次が3球目、引っ張った、またサードゴロになる、取りました、一塁アウト、スリーアウトです。この回5回の表、小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、空振り三振、まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります、バッター糸井。先ほどの打席、次が4球目、変化球空振り、スリーアウトチェンジ。先発のスーザン、打席に入ります。相手はピッチャーですから確実にアウトを取らないといけませんね。そうですね、打ちました、高いバウンド、ショート取った、これはショートのエラーです。先頭バッター出ました、ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。初球は何で来るか、バントしました、キャッチャーが取る、一塁送球、アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ここで申告敬遠を選択。さあそしてバッターボックスには平入ります。さあチャンスが続きます。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどう、ライトへ、このフライはヒットになりそうだ、ライトフライ抑えてアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそして打席には坂本が入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。外のボール打った、このフライはどうだ、落ちるか、掴んでスリーアウト、追加点は奪えません。ゲームは6回の表に入ります。タイガース打順を引っ張った、サードゴロです。チャールソン、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには4番柳田、先ほどインサイド落ちました、センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、バッターランナーは二塁到達、これで10試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。さあジャイアンツピンチを迎えています。まあここで一発が出ると逆転ですからね、それだけは避けないといけませんね。なるほど、そうですね、まあ得点圏でよく打つバッターですから。バッターボックスの大山、今週このピンチ空振り三振に切って取りました、踏ん張っています、ツーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスにはナバーロが入ります。ここもまた嫌なバッターですね。さあツーアウト、3球目は何で来るか、空振り三振、ここは投げ勝ちました、なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう、連続三振で同点のピンチをしのぐ。さあバッターは岡本、この打席でホームラン打ちました、破りました、センター前、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。バッターは6番フェルナンド、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもね、バッターボックスには代打の楊大寛。小宮山さん、ここでの追加点は阻止しなければなりませんよね。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。そうですね、打ちました、痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン、
見逃せばボールかというコース。前でさばいた打球は大きな弧を描いてスタンドへ。追加点が入りました。ジャイアンツ5対2。ボール球だったんですがうまく運ばれましたね。そうですね、ご覧いただいています。先ほどの見事なホームラン、非常に力強い打球でした。見事ですよね。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。バッターボックスは7番カーティス。ジャイアンツホームランで追加点を挙げています。北条一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターボックス小林、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし、ツーアウトになりました。次はピッチャーの打順ですが、引っ張った、これもサードゴロ取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでツーアウト。バッターボックスには代打の高山、ツーアウトになっています。打ちました、これはどうだ、取った、一塁アウト、スリーアウトです。反撃した。さあマウンドに上がったのは岡本、今シーズン25試合目。打ちました、高いバウンド、ナバーロ、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには2番チャールソン、先ほどの打席は敬遠です。ワンアウトランナーありません。アウト、ツーアウト。打順は3番平、先ほどの引っ張った、これは一二塁間を破る、これが今シーズン100本目のヒット。ツーアウトランナー一塁、4番バッター坂、打ちました、これはファーストライナー、ランナーで8回の表、タイガース打順よく1番から始まる、外れました、高め打ちました、坂本素晴らしい守備を見せてくれました。見事なジャンピングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、ここはゴロを打たせたいですよね。アウトコース打ちました、セカンド取った、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー、先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました、8回の裏に入りました。ジャイアンツの攻撃、打席には5番バッター、打ちました、大きな打球になった、さあどうだ、センター掴んでワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングだ。4球目は何で来るか、ストレートのフォア、打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー9回の表、最終回のマウンドに立つというのは小宮山さん、やはり緊張感が違うものなんですかね。まあそうですね、もう本当にかなりプレッシャーもかかるような感じ。改めてお聞きします、この柳田2球目打ちました、取りました、アウト、ワンアウト。打順は5番大山、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。打った、高く上がった、この当たりはどうか。打席には6番バッターナバーロ、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが最後は空振り三振に倒れています。振っていきましたが三振、試合終了。ジャイアンツが見事勝利を収めました。
東京ドームには大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対ジャイアンツ、ピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の中塚。さあ、マウンドを任されたのは中塚。まず何を投げてくるか。アウトコース決まってストライク。スピードボールを持っています。落ちる球できました。3球目見送っています。ボール、落ちる球。5球目は何で来るか。入りました。3ボール2ストライクです。さあ、これで決まるのか。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。バッターボックスには代打の木浪。初球ボール落としていきましたが、これは外れます。インコース低め、ストライク。150キロ。外の球打った。高いバウンドになった。際どいタイミング、一塁アウト。ツーアウトランナー。打順はトップに返る。バッターの糸井、今シーズン得点圏での打率は1割9分となっています。あー、いいボールでしたけどね。膝元変化球がわずかに外れています。高めへのストライク。161キロ。ふわふわっと上がった。ここはフライになっています。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最終回無失点で試合終了です。試合を制したのは読売ジャイアンツです。東京ドームには大観衆が詰めかけています。まずは1回の表、高め打ちました。これはセカンドライナー。クリーンナップが通る。変化球空振り。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。丸が抑えて3アウトチェンジです。バッターボックスには6番チャールソン。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね。理想的な形ですよね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。打ちました。ショートの横抜けた。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。打順は6番チャールソン。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、一塁はセーフ。引っ張った。これはどうだ。サード取った。一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。
バッターボックスには6番チャールソン。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。外は入っています。ノーボールツーストライク。インドを見送っています。変化球わずかに外れました。打ちました。これはどうか。スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで7回の裏、ジャイアンツの攻撃です。西さん、先発した今日ルーキーですが、プロの洗礼を受ける形になってしまいましたね。まあ厳しいですね。まあやはりこれがプロですよ。はい。落ちる球にバットが回ります。あっという間にツーストライクです。見逃して三振になります。ジャイアンツが見事勝利を収めました。西さん、今日は相手のルーキーピッチャーに対してプロの厳しさを教える。